こんにちは。ゴーゴージャングルマーケットストラテジーの時間になりました。この番組は様々なトレードスタイルの個人投資家の皆様にマーケットに関するストラテジーをお届けする番組です。今週もこちらからゴーゴージャングル人気ピックアップコンテンツです。 FX オンで毎日公表している様々なコンテンツから注目度の高いものをピックアップしてご紹介します。今日ピックアップするのはこちら、株式シストレです。株式シストレではシステムトレードの達人をはじめとし、マネックス証券のトレードステーションなどの取引ツール上で自動的に株式の売買を行うストラテジーを購入することができます。またストラテジーの成績やお客様による商品レビュー、コミュニティなどが掲載されていますので、ストラテジーの実力を知った上で購入できるコンテンツとなっています。ぜひ皆様もこちらの株式シストレをチェックしてみてください。以上、FX オンの人気ピックアップコンテンツでした。この後はゲストトークのコーナーです。この番組は投資家の英知をすべての人に、ゴーゴージャングルを展開するフィンテック e コマースのリーディングカンパニー、株式会社ゴゴジャンの提供でお送りします。ゴーゴージャングルマーケットストラテジー、ここからはゲストの方にお話を伺っていきます。本日のゲストはマネックス証券トレードステーション推進室長の山田慎一郎さんです。山田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。山田さんもお久しぶりですね。そうですね、3ヶ月ぶりぐらいですかね。そんなに経ちますか、はい、お元気でしたか。もうちょっとなんか体重がだいぶ増えて、前回と見た目が変わってるかもしれないですけども。そうですか、はい、いやそれはちょっと気づきませんでしたけども。あ、それはよかった、はい、では今日はそんな山田さんにですね、はい、トレードステーションで行うテクニカル分析というテーマでお話を伺いますけれども。そうですね、はい、テクニカル分析にもいろいろありまして、はい、例えばトレードツールでテクニカル分析というと、まあ、ボリンジャーバンドとか、はい、移動平均線とか、一目均衡表とか、まあ、要はチャートと一緒に表示するものがすごい多いだろうと思われる方多いと思うんですね、はい、ただトレードステーションはもう少し、ちょっと変わったタイプのですねテクニカル分析もできまして、今日はそういったところをですね、ご説明させていただければなと考えております。変わったテクニカル分析、そうです、まあ、変わったというよりは、さっき言ったようなのがなんかテクニカル分析っていうと皆さんあーって思うものだと思うんですけれども、はい、例えばチャートのヒゲが出ているとか、こういうふうな足が並んでいるとかですね、そういったものによるチャート分析というのもあると思いまして、はい、でそれって普通のトレードツールの場合は、自分でこうやってチャートを見てですね、下ヒゲがすごい伸びてるところがあるとかですね、はい、3本連続で陽線が続いているとかですね、そういうの自分で見つけてあーとか言わなきゃダメなんですが、はい、トレードステーションの場合はそれをもうツールがですね、あーと言わなくてもですね、教えてくれるというですね、なかなかこう優れものなんですね、はい、では実際に見せていただけるんでしょうか、はい、そうですね、ちょっとまず具体的な、はい、話を少し、資料でさせていただくとですね、はい、今私が申し上げたのはこのいわゆるロウソク足の分析というものでして、単線分析とかフォーメーション分析とか、ロウソク足がどういう形をしているかで、はい、これは買いのチャンスだとか、みんなもうそろそろ売りたくなってきているんだろうなとかですね、あるいはどういうロウソク足が並んでいるかで、まだまだ強気でいけそうだとか、はい、ちょっとこう押し目が来るんじゃないかとかですね、そういう読みができるのかなとは思うんですが、それらをですねトレードステーションでは分析できると。でこのトレンド指標とかオシレーターとかは先ほど申し上げたような移動平均線とか、はい、RSI とか MACD とか、よくチャートと一緒にこう書かれるようなものですよね、はい、それとはちょっと違うこういうですね、こういう足の形だとチャンスが来るとかですね、はい、このトンカッチみたいな形だとちょっと上昇傾向じゃなくなってきているとかですね、大陽線非常に強いとかですね、要は始め値が一番安くて日中もずっと上がって、そのまま上げて終わったとか、そういうチャートって確かに強そうだなっていうのはご理解いただけるかなと思うんですが、そういうものをですねトレードステーションでは簡単にですね調べていただけると。具体的にどういうことかというとですね、まず一つはこのチャートですね、で今例えばこのチャートにこのオレンジ色と緑色移動平均線が出ています。はい、でこういうふうなチャートって、例えば先ほど私がいろいろブツ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 言っていたものですが、例えばこのボリンジャーバンドとかですね、はい、こういうものって普通
こうチャートの中に一緒に表示してってすごいイメージしやすいですよね、ところがこのトレードステーションではそれに加えて、はい、さっきのような一定の形のロウソク足が出たらそこにマークをしてくれるっていう機能がありまして、例えばこのトンカチというのを押していただくと、はい、あんまり選択してトンカチってそういうのがあるんですね。5分足とかに座ってくるかな。ちょっと、なかなか現れませんね。ちょっとリアルタイムにこれをやっておりますのでですね、都合がいいものがないちょっと、まあ、他にも例えばですね、はい、じゃあもう少し分かりやすい例で言うと、この例えばこの連続上昇とかですね、お連続上昇これをやると、はい、これ結構出てきましたね。このここをちょっともう少し見やすくするように、はい、この辺を大きくするとかもですねトレードステーション自由自在でございまして、色なんかも、はい、もう好きな色にですねこう設定できます。でこうするとですね、赤く印がついたところが、ちょっと広げるとこの、はい、まさに、何回以上上昇しているところにこの赤丸が入っていると、はい、上昇上昇上昇で確か3回だと思うんですが、3回続くと赤丸、うんうんうん、まあ、もう1回続いているのでさらに赤丸というふうにですね、はい、要はこういうのって多分3本上昇したところで買いたいとか言ってもですね、なかなかこう自分でこうやって見て分析するというのは多いと思うんですが、これの場合はもうそこにこう印をつけてくれることでですね、簡単に、一定の自分が注目するような特徴が出ているですねチャートを、ちょっと赤だとこれ二重になって少し見にくいかもしれない、ちょっと待ってくださいね他の色がいいかもしれませんね。そうですね、もう何色でも例えば、緑色にしてみると、なるほど、そういうのも自分で自由に変えることができるんですね。この緑の丸が出ているところが、はい、なんか連続の上昇があって、あここは途切れてるねみたいな、じゃあ途切れた後ってどういう傾向が出やすいのかなって後々こう分析するのもですね、おそらくこの何本上昇してる場所を見つけるのって結構めんどくさいじゃないですか。そうです、ね、上がった上がった上がったみたいな、もうそれがこう簡単にこうマーキングできると。で他にもですね、見落としが少なくなりそうですね。そうなんですよね、なので例えばそれこそ逆に、今日3日間連続で上がったと、はい、これまでこの銘柄3日連続上がった後ってどうなってたかなっていうのを過去のに振り返ってですね見るなども簡単にできると。面白そういうことになります、はい、でこれはですね、トレードステーションではショーミーという機能になりまして、ショーミー、はい、まあ、要はある条件を満たしたものを、まあ、私に教えてください、ショーミー、私にですね示してくださいというふうなマークなんですけれども、はい、こちらをですね使っていただければ、そういう活用がですね、していただけますと。でさらにさらにですね、これはチャートの中でそういうものを見つけるんですけれども、はい、トレードステーションこれ前多分、ここでもご説明させていただいたスキャナーというものがあります、はい、スキャナーというのは一定の条件を満たしたものを絞り込んでくれという機能なんですが、このスキャナーはですね、はい、こういうものを見つけるのにも使えまして、例えば今まさにですね、はい、お見せしたこのショーミーの、この連続上昇しているかどうか、はい、でしかもこの連続上昇今参考になってるんですけれども、これを例えばですね好みに応じて、はい、もうじゃあ5連続ってなかなかなさそうですよね、5連投しているものを、賞味して、そう賞味してくださいっていうふうにすると、はい、銘柄ぐらいは入った方がですね、ちょっと待ってください、分かりやすいと思うんですが、こんな簡単な操作でですね、はい、いつその何回上昇したかというのがですね、これも表示すればいいんですが、これで実行とするとですね、もう簡単にこう絞り込みをしてくれて、はい、まあ、多くの銘柄の中からですねちょっと時間かかるんですけれども、どの銘柄が何本連続で上昇しているかというのをですね、はい、抽出してくれるというふうな、機能を持っております。ですので他にもですねこのスキャナーで、はい、例えばまさにこの先ほどトンカチとかそういう話が出ておりましたが、はい、トンカチと設定していただいて登録している銘柄から探し出してくれるんでしょうか。そうですね、それも可能ですし、はい、全部の銘柄から探してもらうことも可能です。だから自分がウォッチしている銘柄の中でこういう条件を満たしたものを出してくれともできますし、はい、もう自分がウォッチしてなくてもとにかく全部の銘柄から探してくれと。でトレードステーションこのですね、はい、この直近の終値が例えば昨日の高値よりも高い銘柄とかですね、そういうふうな絞り込みもできますので、はい、トレードステーションは日本株、そうですね、全体を日本株全体から調べられます、ですので先ほど
あったですね、ロウソク足が例えば大陽線が3本連続になっているような銘柄を探すとかですね、はい、大陽線がもうむしろ5本連続になっている銘柄を探すとか、そういう絞り込みをですねこのスキャナーを使って簡単にできます。だから逆に多分おそらくみんなあの皆様の中でですね、はい、今日の日足が、ものすごい下髭がついたものを探すって意外と難しいと思うんですよね。 それがこのトレードステーションの場合は、はい、今日の終わり値と今日の高値が同じでとかですね、はい、でしかも、今日の、始め値が、はい、今日の安値と同じというふうにすると、これも完全に始め値が一番安くて、そのまま1日値上がりして高値で終わった銘柄っていうことになると思うんですけれども、そういうものをですね、始め値が、安値ですね、安値と同じというふうにして、はい、こうやって探していただくこと、これも一瞬で出ますね。これらの銘柄が今日ずっと上がり続けてたような銘柄っていうふうになります。ちなみにこの銘柄をクリックするとチャートが出てきたりするんですか？そうですね、こちらこのこことここをこう連携するとこういうふうにですね、はい、チャートが出てくるようになっておりまして、ちょっとマニアックな銘柄になってしまいましたが、そうでしたか。しかも当然このチャートの中でもですね、今のこのマークも当然そのまま引き継がれますので、はい、非常に簡単に自分のですね見つけたいような銘柄というのをですね、見つけていただくことができると。こういうなんでしょう、トレードステーションのこのような機能を持ったプラットフォームってそう多くはないんですか？そうですね、おそらく今の日本株ツールでもなくて、FX とかでもかなりないので、結構トレードステーション日本株取引しかできないんですけれども、はい、為替のデータや先物のデータはあるので、それらの分析用に使いたいっていうようなですね方も結構いらっしゃったりするぐらいですね。すごいですね。はい、ですのでこういう本当分析をですね、チャート分析いろいろ好きな方いらっしゃると思うんですが、いわゆるよくツールで見ていただくようなテクニカル指標以外の分析も、はい、トレードステーションであれば簡単にやっていただけるということでですね、今日はぜひこれを皆様に知っていただければなと思ってご案内させていただきました。はい、今日はその賞味それからスキャナーという機能を使っての、まあ、分析の仕方ということでしたよね。はい、私これらの分析のやり方スキャナーと思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お後がよろしいようで。はい、本日はマネックス証券から、山田真一郎室長に来ていただきました。山田さんありがとうございました。ありがとうございました。最後にお知らせです。ゴーゴージャングルは投資サロン、システレ、インジケーター、電子書籍など日本全国の投資家やプログラマーが作るさまざまなコンテンツが集まるフィンテック e コマースサイトです。各コンテンツには実際に使用したユーザーによる商品レビュー、開発者とユーザー、またはユーザー同士で情報交換が行えるコミュニティが必ず備わっていて、お客様に最良のコンテンツをお届けできる仕組みとなっています。有料商品だけでなく無料で入手できる商品も多数取り扱っていますので、ぜひ FX オンサイトをチェックしていただき、さまざまな商品をお探しいただければと思います。また腕に自信のある投資家の皆様からのご出品も募集しています。どしどしご応募ください。お送りしてまいりましたゴーゴージャングルマーケットストラテジー、今週はこの辺でお別れの時間となります。来週も素敵なゲストをお迎えしますので、どうぞご期待ください。それでは皆様、今日もどうぞ素敵な午後の時間をお過ごしください。